ヘリコプターテレビ中継システムとは、ヘリコプターにスタビライザーカメラと映像伝送装置を備え、航空機からの映像をリアルタイムに地上に送信するシステムである。各テレビ局のほか、自衛隊、警察、消防、防災ヘリなども搭載している。中継装置を搭載した NHK 取材ヘリヘリコプターテレビ中継システムに必要な装備は、スタビライザーカメラと、 映像伝送装置、そしてそれらのシステムを制御する X にモニターや録画装置がある。映像伝送装置にはマイクロ波の送信アンテナである、球状の ADS、マイクロ本体、必要に応じ電波を増幅する PA などがある。無線局の種別としては、携帯局となる。地上にはマイクロ波の受信設備を用し、機体に搭載した GPS などにより、 自動追尾で電波を安定して受信することができる。しかしマイクロ波は豊富な情報を多重化できる反面、直進の見通し範囲でしか電波が届かないため、山間部での低空はブラインドエリアとなり、映像の中継が不可能な場所もある。既存のヘリコプターにカメラや伝送装,装置を固定して乗せるには、国土交通省航空局の修理改造検査を受ける必要があり、 多額のおさむ改め費用がかかる。これらおさむ改め検査に対応した整備工場を持たない事業者は工事を他社に依頼することになり、そういった事業者は一定時間ごとの定期対空検査も他社に依頼するのが一般的である。日本では1957年9月に大阪テレビ放送が伊丹空港から生放送したテレビロケーション自衛隊の朝が最初の事例であり、 これは、世界最初のヘリコプターからのテレビ中継でもある。既存のヘリ中継システムでは、山間部での飛行時に 3A などで電波が遮断されることが多く、災害時などで映像を連想できないことが多かった。そこで、ヘリコプターから撮影した映像を直接、正式軌道上の通信衛星に電波を飛ばし、全国どこからでも中継が可能なヘリサットシステムが開発され、 国土交通省や総務省消防庁で導入されている。総務省消防庁では地域衛星通信ネットワークの映像伝送サービスを使用し、映像は m p e g 2 5ガ b p s 2012年3月に配備された京都市消防局の機体で初めて導入され、その後東京消防庁、宮城県防災航空隊、高知県消防防災航空隊、 埼玉県防災航空隊、新潟県消防防災航空隊、福井県防災航空隊、徳島県消防防災航空隊なども導入している。国土交通省災害対策用ヘリコプターでは、スカパー j サットの衛星通信サービスを使用し、映像は MPEG-4ABCH2646Mbps である。2014年2月に、 九州地方整備局春風号に搭載され、現在は全機体に装備されている。また、飛行姿勢による機体射兵等からの通信遮断を防止するため、アンテナを両限に設置したデュアルアンテナの機体も配備されている。無線局の種別は地球局となる。ありがとうございます。